はい、しばらくね、また朝礼とか、まあ、このね、事務所に来ることは少なくなっちゃったんだけどさ、何してるかっていうとね、まあ、今いろんなこうね、計画してるんですよ。で、その計画してる中でね、さ、一番僕が気にしてることっていうのは、やっぱさ、あまりね、策をこう浪することっていうのをね、しないようにしてるわけよ。で、それ何かっていうと、策士ってね、なんかさ、利口に見えるんだけど、結局バカなんだよね。で、世の中さ、まあ、例えばうちのね、会社の中でも、なんかほら、一時ね、その、いろんな策を練ってね、で、なんか、辞めるのを準備しといてね、で、結局辞めてってさ、で、結局ね、会社のお金手つけちゃって、クビになっちゃった人もいるし、もう一つはさ、まあ、うちの会社の中でね、社員のうちに会社作ってさ、で、うちのね、ビジネスモデルそのままパクってやってる会社があるよね。で、そうするとさ、それはそれでね、食べていく中でね、重要かもしれないけども、俺はね、やっぱこう人生の中で汚点になるんじゃないかなと思ってるわけで、さ、そこの会社がね、要するにこう一生懸命やってて、うちのお客さんなんかもさ、まあ、最近ね、弱気がついていろいろとさ、言ってくれてるんだけど、なんかさ、過去においてもさ、そういう人いっぱいいたんだけど、僕はね、そういう恥ずかしい生き方ってなんかしたくないなと思っていて、で、恥ずかしいってさ、気持ちって何かっていうと、やっぱね、いろんなさ、こう、なんていうかな、策を練ってね、でさ、あんまり綺麗じゃないことして、で、事業やったかといって俺はあんまりうまくいくとは思ってないわけで、さ、やっぱり生き方ってすごい重要でね、で、その中でさ、その一生懸命やってるんだけどダメな人とかがいるよね。で、さ、ダメな人って何か足りないなと思ってるのは、僕ね、最近いろんな人を見ててるんだけども、やっぱさ、なんかこの人努力足りないなと思ってるわけよ。で、その中にはやっぱ根底にあるさ、そのなんとかな、くだらない考え方ね、要するに、が中心となって動き出すと、やっぱりさ、俺はやっぱりあんまりいい方向に行かないなと思っていて、で、やっぱね、こう見ててさ、おい、こいつすごいなとか、こいつかっこいいなとか思う人いるよね。この人ってさ、正真正銘に一生懸命仕事に取り組んでる人ですよ。とね、もうちょっと頑張ればうまくいくなった時は手助けしてあげれば、もう少し頑張ってうまくいくわけじゃん。とかさ、ね、どっかの段階でさ、諦めちゃうね、で、いう人はいるよね。で、僕はね、サラリーマン14年やってたんだけど、もうね、そういうのをこうずっと目の当たりして見てるわけで、特に、だんだん組織が大きくなってくるなるほどね、要するにさ、ね、能力が低い人ね、日が経つにつれてさ、普通は毎年毎年ね、成長する人いるよね。とかさ、これは5年くらいさ、足踏みしちゃうような人っているよね。そうすると、この足踏みした人って何するかっていうと、自分の立場をさ、なんていうかな、守るためにね、下から出てきたやつ叩いちゃうんだよな。で、辞めさせちゃったりするわけで、そういうのが往々にしたって、僕なんかはね、そのサラリーマン時代やってる時に、さ、ね、これが正しいのかどうかね、やっぱ正義と照らし合わすことだ。で、そうすると、要するに正しいことって1個しかないから、だから、いろんな形でさ、いろんな情報を流してね、いろいろ策士を考えるやついるんだけど、結局僕ね、遠回しにこいつ辞めてもらうように努力したわけ。ね、それは何かっていうと、いちゃ困るんですよ。なんでかっていうと、人間ってね、考え方が出てきてるから。だから、考え方が僕ね、一番大事なその物事に対する一生懸命に頑張る努力っていう考え方をね、要するに今さ、社会の中で、要するにそういうものをね、要するに剥ぎ取ろうとしちゃってんじゃん。で、実は昨日ね、ある八百屋さんの相談に乗ってね、で、どうしてもちょっとごめんなさい、急いで相談乗ってもらいたいんですよという話になって、で、まあ、ちょっと行ってね、話をしたんですよ。するとね、もうね、その会社一生懸命頑張ってるんだけど、社員がどんどんね、抜けちゃうわけで、さ、それ何かあったら、当たり前だけども、朝4時に起きてね、で、ね、市場に買い出し行ってね、配達してね、で、結果的にさ、その、細かいお金を稼いでる仕事、この自体がもうさ、最低時給制度ってのができちゃった段階で、もうね、要するにこの仕事よりもこっちがいいじゃんなっちゃうじゃん。例えば、配達の仕事といえば、じゃあ、今はトラック業界人手が足りないから、どん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 そっち行っちゃうよねっていうこととか、あと飲食店だってそうだよね。中小企業で連載で一生懸命やってる飲食店あるよね。でもさ、これがさ、今度
最低時給制度でもう給料払えないんですよ。そうすると、ね、辞めちゃうしかないじゃんってことになっちゃう。でいうのは何でかっていうと、もうラーメン屋さんとかね、飲食店でさ、じゃあ単価550円上げると客が来なくなるんですよ。そうするともう逆に言うと、もうおね、価格に転嫁できないその人件費の上昇と、あと消費税が増加して結局食材費も上がっちゃったよね。でうちなんかはまだマシだよな、そのターゲット層が少しね、底抜けしないところだから。ところがさ、今ね、底抜けするところっていっぱいあるよな。でそれ何かっていうと、大手はその大量に仕入れて大量にできて、で、人もねそこそこ雇えて、ね、時給も払えてみたいなことになって、で勝ち残るけど、その周りにいるさ中小零細がどん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 潰れていっちゃう。で昨日かな、安倍総理がね、なんだっけ、これからも安定した政権で、ね、要するに、年金をね維持するためには、ね、要するに、経済の成長が必要なんですって言ってるところで、逆にさ経済にさその悪影響を及ぼすような制度を作っちゃったわけじゃん。でね、それはやっぱり終身雇用制度ね、僕はね日本の美学は終身雇用制度にあったと思うわけ。でそれが今度働き方改革だなんだかんだ言ってさ、でいいところの話はするけれども、じゃあ終身雇用でさ頑張ってた製造業の人たちどうするのってことね、工場で働く人たちがいるから、ね、要するに、事業が成り立ったところも工場で働く人いなくなっちゃうんだもん。で、AI とかそういうのでどんどん機械化されるだろう、その工場で働く人いらなくなるんだよな。でもさ零細企業で一つ一つの部品作ってる会社そうはいかないよっていうところで考えた時に、そこまで一緒にその大手と戦えるんですかってこと。ね、昨日まあちょっとさ車故障しちゃったからね、修理に行ってさ、まあ、1時間ちょっと直りますよから、ね、近くのね、じゃあ昼飯でも食って待ってるわって言ったの。え、そしたらさ、あれだよ、なんかしゃぶしゃぶ食べ放題、え、それでなんかさ1480円、ね、それでね、野菜からないから、ね、肉はなんか3枚ぐらいなんだけど、要するに野菜とか、ね、デザートから全部食べ放題だよ1480円で、すげえ足だと思ってさ、で、ね、食べてたの、ね、そしたらさ隣にね高校生がゾロゾロと入ってきたんだよ。あれ今この時間に高校生休みなのか思ったら、ね、そのなんか豚のセットがあるんだよ999円で、ね、その999円のやつ頼むとドリンクサービスついてんだよ。でこっちは1480円なんだけどドリンクサービスは240円取られるんだよ。999円の方がさドリンクサービスがつくのよ。なんかルールがよく分かんないんだけど、周り見たらその999円のばっかり食べてるわけ。もう大の大人も子供も含めて999円で飲み放題食べ放題だよ。これじゃね勝てない、うん、だってラーメン800円でも儲からないからね今っていうような時代に、要するにそういうところがドーンと来ちゃうと、もうやっぱりさそっちにね人が流れるよな。飲み放題食べ放題で990円で消費税入ってるのかどうか分かんないけどね、そんな値段でできちゃうだろ。でさこれね、俺長く続くのかどうかちょっと心配してるわけね。でね、ハンバーグチェーンなんかもやっぱりさ安いところは勝ち残って、で、ちょっとね、高いところはもうお客さん来ないで、ね、年間30店舗撤退とかなるわけだよな。今度は勝ち負けはっきりするよ。でね、この勝ち負けの中に出てくるのはやっぱり中小零細の商店っていうのが要するにダメになって、ね、大手が勝ち残る。で、肉もどこから仕入れてるか分かんないけども、ね、要するに、ね、国産牛じゃ無理だろうからやっぱり輸入に頼るしかないよなってことになるよね。でこれがさ永遠に続いてみ、ね、日本のさ農家もダメになっちゃうし、ね、畜産もダメになっちゃうし、ね、あと漁業もひょっとしたらダメになっちゃうかもしれないよねってこと。月曜日か、ね、これがちょっと富裕層向けのねサービス始めるっていう人がいて、でうちのヨットとかね、ね、ワインとかいろいろね見学したいって言うんで来たんだよ。で、ね、その人たちにこうね、まあ、食事ねちょっと提供したんだけど、まあ、イカなんかさ、ね、今ねみんな知らないかもしれないけど、ね、本当のさ、ね、要するに、アオリイカとか言うと1杯さ400円500円するんですよ。そう店で出すとやっぱり1000円以上じゃないと出せないじゃん。でもねこれを高いと見るか安いと見るかなんだよな。でもね、たかがイカじゃんってなるよね。昔はたかがサンマじゃん、ね、たかがね、アジじゃん、イワシじゃんなんだけど、全部値段が上がってきちゃってる。
だからね、これからね、要するにまともなさ魚は、ね、庶民には口に入らない時代になっちゃうと思うよ。でそうすると、まあ、これから先またさ、ね、そういうものを取り扱うっていうところがどんどんダメになって、で結局冷凍食品を扱うその、ね、安不審な居酒屋さんがなんとなく生きてるみたいな。そうすると結果的にさ、ね、一生懸命頑張った人が報われない世界がこれから来ちゃうんだよってこと、ここはちょっとね気をつけないとダメだなと思っていて、でまあたまたまね僕なんか今地域再生みたいなのやってるから、まあ、そこでもねいろんな問題をさ相談に乗るんだけど、相談に乗ったからといってさ俺なんか解決できるっていう問題じゃないからね。ってなるとやっぱりちょっとブランディングをしながら、少し富裕層の人っていうかね、ちょっとね年収高い人たちに来てもらう方法、そうするともうインブランド、インバウンドね、要するに、さインバウンドってさ世界から人を寄せるだけじゃなくて、ね、この地域社会の中に金持ってる人たちに来てもらう、ね、っていうような行為もちょっと必要なのかななんてことを考えてさ、まあ昨日ねちょっといろいろ相談に乗って、まあ、いろんな策を講じてこれからね3ヶ月間くらいでじゃあ立ち直らせようみたいなことを、まあ、始めたんだけど、もうこれもボランティアだよね、商売にならない。でもやっぱ俺なんかの仕事の中でやっぱりそういうことを積み重ねることが俺はやっぱりさ将来の自分たちのね力になるなと思ってるわけだからね、ね、うちの会社ってさ損得だけじゃなくてやっぱりさそういうところも少しね、やることでなんとなくさ少しは技術がね向上することになるじゃんってことだから、まあね、ぜひちょっとね消費税これで上がるとね大変なことになると思うよって俺は思うわけで、今いろんな形でいろんなところにもう上げるのをしましょうっていうことを今伝えてるわけ、ね、でさらに、ね、働き方改革の罰則規定もよしましょうよって言ってるわけで、おかげさまでさ、正式におとといね公益財団法人の国策研究会の理事になったんですよ。だから多少なりともね発言力出てくるから、まあ、ここ通じて少しずつね世の中このまんまじゃダメだと思う人がこれから増えてこないとダメだと思うよ。だから、まあ、そういう面でねこのままじゃダメなんで、ね、少しずつさね、正々堂々と、ね、策を講じるんだって正々堂々と正論でいきたいなと思ってるわけだから、政治にはね正論がないから、だからそこをもう少しちゃんとね要するに正論の語る人たちをもっと育ってくるっていう方針が必要なんじゃないかなと思うな。まあ、ちょっとね厳しいですよ、ね、周りの周辺のやつを聞いてみると本当にねこれから厳しい時代だから、ね、トヨタだって厳しいって言ってるわけだから、ね、だから今後ね日本の経済ってことは、ね、縮小傾向に行くこと、ね、だけどその中で二極化になるってこと、その中で僕たちが何をするか言ったらやっぱ不動産中心とした形で、ね、要するに、ビジネスモデルを新たなものを作り上げていくことが大事じゃないかなと思うな。まあ、そんなことね、ちょっと、ここ2、3時の、ね、いろんな相談を受けてね、やんなきゃいけないことっていうことが少しずつ見えてきたなと思うな。まあ、年金改革もそうだ、まあ、そんなことを考えてるわけ。まあ、ぜひね、仕事の中にこれを取り込んで、ね、我々はさ人助けの仕事してるわけだから、ね、だから人助けしながらビジネスモデルを作る、損はしないけど、ね、利益を上げながらやっていかないとダメだと思うな。まあ、そんなことをね考えてるところなんで、ちょっとね、まあ、今後 の, いろんな方針を僕たちが今打ち立てるから、まあ、それに基づいて、うちの会社が、ね、前向きに方向性をつけていきたいと思ってるんで、まあ、協力してもらいたいと思うね。お願いします。以上。